さすが皆さん12個入り。皆さんが選んだ12個入りのおかげで1抜けです。サクサクさんは、まさかの袋前戦闘回避ですね。まあ、8個入り、大入り、12個入り、ランダムで正解が決まるので、けど、まあ、外れを選ぶと戦闘、正解を選ぶと戦闘回避なんです。さあ、サクサクさん、ここで3ターン目のエッグ、敵が使ってくる技、エッグに合わせて、合い抜けをすることで戦闘が終了します。これでウィルナイツ編終了です。アイ抜けって他に、アイ抜け正直ね、よくわかってないですね。なんか特定の技がアイ抜け起きやすいとか、いうことで、まあ、ここでは回し打ちを使いますね。いやー、海に落ちたし、今度こそエッグが、こう思ったでしょう。袋前戦闘回避は非常に珍しいので、ここはクリップに残してもいいかもしれないですね。さあ、サクサクさん、ここで疾風拳を覚えます。覚えなかったのでもうリセットですね。まあ耐える可能性もあるんですけど、まあリセットした方が早いという判断です。例の覚えないです。さあ、ワイナギさんもウィルナイツ編終了です。さあ、ぐだってます。疾風拳は、ここで疾風拳は 41.4% ですね。さあ、覚えました。さあ、ここの樹海なんですけど、まあ、いわゆる迷いの森みたいになってまして、こう、マップが行ったり来たりするんですけど、まあ、特定の抜け方で樹海を抜けることができます。で、普通に行くとボス戦があるんですけども、まあ、RTA なのでボス戦回避できるルートで、
最速ルートで抜けていきます。ワイナギさんはきっちり疾風剣すぐ合成しましたね。そう、森の番人がね、出るんですけども、森の番人には、DA では出会いません。まあ、タクサさん、ここの油性は、カメゴラ割りからの連携で倒していきます。さあ、ワイナギさんもボステン入りますね。まあ、ここで疾風、焼きカツカツが繋がると、二ターン撃破も見えてくるんですけど、ね、藤娘は取りませんね。まあ、取るチャートもあるんですけど、弓を存分に使っていくチャートだと非常に強力な武器なので取ることもあります。さあ、二ターン撃破はできない。ここでリッチが死ぬことで、あらかじめ行動順指定してたのが無効になりまして、パトリックが最速で行動順指定すると、ファースト指定したキャラから行動していくんですけども、誰かが死んだり、状態異常で行動不能になると、ロールと行動順指定が無効になります。で、まあ、3ターン目はちょっとダメージを与えればいいだけなので、それで問題ないという形ですね。さあ、サクサクさん、ここの狭いところもきっちり避けていきます。スイートバトル。場外で乱闘が行われてますけども。ズルだろう、てめえの方がズルだろうということでね、汚い罵り合いが行われております。さあ、ここのモンスターの巣の敵避けも非常に難しい。特にこの最初のマップですね、難しいんですけども避けました。さあ、ここのキノコ綺麗に抜けました。ここもね、こう華麗に抜けていきますけど、なかなか難しいんですよ。あー、ワイナギさん当たりましたね。どうしてもね、速度が速いので追いつかれちゃうんですよね。だからきっちり合成していきます。揃いましたね。ベアクラ揃ったので、もう何も合成するものはないと。なので見た目上はサクサクさんリードですけども、覚えてる技が圧倒的にワイナギさんリードですね。こうクイックセーブでね、こうパッと止まって避けれない。ここも狭いんですね。非常に狭いので避けるのが難しいところになってます。ガーゴイルは、まあ、
結構連携できるかどうかで下り具合が変わってくるので、なるべく連携してくださいといったところですね。2ターン目にハード4もするので、ここで亀甲羅割りをやります。1ターン目に亀甲羅割りをしても、2ターン目のハード4によって、その効果が消されてしまうので、1ターン目はベルセルクをかけて、亀甲羅割りを使わずに、攻撃をしておいて、2ターン目に亀甲羅割りをやります。小殺がね、ここでも活躍するんですね。今のランドクラーケン即死、処理即死入らないとダメージ足りなくなってたりしないかどうか。ランドクラーケンのヒットポイントがどうだったかな、ちょっと、すぐ出てこないですけど。しないかもしれないですね。だから疾風剣で処理するのが安定ですかね。ダメージ的には。ここでサクサクさん、今パトリックに殴りかかりましたけど、これは行動速度の関係ですね。杖の近距離行動によって先手を取るというテクニックです。決してレイモンがパトリックに殺意を抱いたというわけではありません。さあ、ワイナキさん、連携が繋がっていく。不仲説ある。そうですね。殺意を抱くべきはレイモンですからね。さあ、サクサクさん、ここのカエルの敵避けもちょっと難しいんですけども、うまく誘導できるか。ガーゴイル戦、うまく連携すれば三段撃破もできるんですけども。木の実持ち逃げ、そう。通常プレイだとね、木の実を全身に装備することで持ち逃げができたりしますね。ヒエではフラグ回収だけなので1個しか拾いませんけど。さあ、ワイナギさんもパトリックを殴っていく。サガフロ2においては LP 回復手段って非常に貴重なんですよ。結界石が LP を回復してくれないので、これはさて今だし、この木の実を持ち逃げすることは通常プレイでは結構重要なテクニックです。でサクサクさん、こっから生命の木の島のボスなんですけども、まあ、ここはですね、JP を高める装備をしておくことで、疾風剣の火力を上げて、三段撃ができるようにします。まあ、ここのボス、稀にロブスターメールをドロップすることがあるんですけども、TA 的には使わないのでいりません。そうですね。術技の場合は JP も関係あるので、JP を高くする装備をすることで威力を、火力を増やすっていう、必要が出てきます。
まあ、そのためにクベルを、まあ、クベルが非常にね、JP を上げるのに有効な装備なんで、クベルを装備して、こうやって撃破していくんですね。ごく稀にドッツ、氷河の盾と水晶の翼は、まあ、普通にラスボス装備ですし、氷河の盾も、まあ、チャート次第では使うことがあるので、いいですね。さあ、サクサクさん、この後、化石洞窟という、非常に敵よけの難所に入っていきます。海に沈んだはずのエッグが?なんてこったい。で、ここ、まず、一人で、化石洞窟、一旦入ることで、仲間加入フラグが立ちますので。で、ここで、ビーストランス回収ですね。貴重なアイテムは、で、別れた仲間からちゃんと回収しておくことで使い回します。で、まあ、化石洞窟のボスで石の記憶を使うので、音と石のアニマを確保して装備変更しましたね。さあ、ここ避けれました。上手に避けれました。いいですね。まあ、ここの敵避けは最近新パターンが発見されたので、非常に華麗に避けることができるようになりました。海に沈んだはずのウィルが普通に生きてた方が驚いたな。最近ではないかもしれないですけど。さあ、ここ、ボスをですね、石化させれば戦闘が終了するんですけども、まあ、お供が邪魔だったりするので、安定のために、ここでファイアストーンで処理します。石化ガチャはですね、33% の確率で石化します。さあ、きっちり石化しました。まあ、ここはパーティーバトルということもあるので、一旦に何回も石の記憶を打てるってことで、その分確率も上がりますね。化石が石化。もう石じゃねえかっていうツッコミは置いといて、化石でも石化します。はてなじゃなくて石化した化石か別の女ね
リッチがまた別のオーナーと遊んでますけど。さあ、ワイナイさんはどうでしょうか。さあ、サクサクさんの淡水とここも敵置きが非常に難しい難所となってます。さあ、ここは当たりましたね。まあ、ここを避けれないことがあるので、あえて当たることでパーマネントを狙いに行きます。あ、パーマネント一発で合成しましたね。ここの戦闘 BGM なかなかかっこいいんですけども。ワイナギさんは石の記憶、はい、いました。そしてサクサクさん、ベアクラッシュ、合成しました。これは、ゴッドリッチですね。これで合成差もなくなりました。ということはこの差が丸々お二人の差になります。パーマネンスの合成確率は 39.1% ですね。ベアクラッシュが、ベアクラッシュも 39.1%。 やったぜたくさん余裕をかましております。で、たくさんここで、水晶の翼をゲットしますね。ゲットするんですが、ちょっとカエルが気になります。カエルをうまく誘導しないといけないので、タイミングを見計らいましたね。あーっと、サクサクさん、避けれない。これ無駄演歌ですね。ここは傷払うよりも、燃やした方が、いいと思いますね。課金ってね、こう、ハウスキーパー、剣を弾いてしまうことがあるので。ハウスの盾が内在されてるんで。ジュエルバンドも非常に優秀な防具なので回収します。ファイナギさん、湧き水の放流、これも優秀なクベルですね。水の属性の攻撃を無効化してくれるので、ワイナギさん、演歌してしまう。装置にクベルを？クベル？だあ？ああ、ウッドストックがね。はてなじゃなくて、あ、皆さん賞賛ありがとうございます。
不明も激おこ。ゲここでね、ゲって言っちゃうんですよね。まあ合成できてないとね、もう完全にね、お呼びじゃないのよ、カス野郎なんですけどね。合成優秀だったので、ゴッド野郎ですね。ということで、デッキ婚することになったリッチですが、ま、再び、化石洞窟に入ってきます。ちょっと暴れてますね、獣が。でも、きっちり避けていきます。タイマーどうでしょう？そう、230、235ら辺ですかね。ここも慎重に避けていきます。で、サクサクさん、ここでアニマジュウと戦うんですけど、今回はデュエルですので、一ターンに一回しか石の記憶が使えません。そして石化確率は 33% ということで、非常に運が悪いと戦闘が長引きます。この2ではミスティが一番可愛いと思うのですが、ネッキさんはどうですか？ミスティは可愛いというエロいですよね。こう、エッグのせいで非常にエロい感じに成長してしまっているので。自分はどちらかというとコーデリア派ですね。スライムちゃんが一番可愛い、船長。フィンドシェルを壊していけ。かわいさならジニーちゃん、その説もありますね。エレノアもエロい。エレノアは女性版リッチですからね。あいつは遊んでますよ。さあ、席が入らない。ワイナギさんが迫ってくるー。疾風剣だとそうですね、突端ぐらいですかね。ここ運が悪いとウィンドシールが壊れたりもするんですけど、ようやく石化が入りました。そしてワイナギさん、石化ガチャに入っていきます。あれん？なかなか反応がしなかったみたいですね。スケルトンに当たっちゃいました。しかし、石化一発。さあ、巻きました。接触判定うまくいかないことは、自分は経験したことないんですけど、その、一回目の化石洞窟の最後の、石を調べる判定は、なかなか一発でいかないこともあったりするんですけど、
さあ、ここも、たくさん華麗に虫を誘導して、装備回収しますね。ここで拾う装備も非常に強力な、ブリムツルアーツ、星屑のローブ、ラスボス戦に非常に大切な装備になってきますので。失礼します。僕は石化ガチャ単発1回で引きました。頑張ってください。おめでとうございます。ここは2回戦闘して選択肢ミッションを倒すと選ぶとシナリオ終了。これ手を出せんを選んでしまうともう1回戦闘ですね。ここでエッグがついにナイツの元にリッチナイツの元に渡ってしまうんですけども、意識を乗っ取られる前に飛び降りますということで、サクサクさんリッチ撃破1時間38分台ですね。そして主人公はリッチの娘ジニーへと移っていきます。引きずられる姿かわいい。ナノリたちに何される前にプルミエールが救出しましたので、まあどちらかというとね、プルミエールのベッドで二人が眠ってるということは、あらーですね。まあここで続々と最終メンバーが揃っていきますね。一般人のロベルトさんに謎の変な髪型グスタフ。ここでチップをお金に変えてリッチになりますね。まあ、最終装備を整えるための資金、今までみんなが歴代主人公が貯めてきたチップを換金します。グスタフ一体何者なんだ。グスタフ、なんか聞いたことある名前だなぁ。一体何者なんだろうなぁ。そう、砂糖水でセットしてます。整髪量がない世界なので。
に襲われそう。グスタフの剣と炎の剣を持ってる。一体何者なんだ。ヒアリラー。あれ確か王家の剣でファイアーグランドあったよな。そしてサクサさん、ここのボスはまあ交渉で終わらせる方法とがあるんですけども、その敗走するか去るかどっちかなんですよ。去る方法でいきますね。チャートによってはあらかじめデュエルでヒットポイントを減らすことで敗走するを狙うこともできるんですけども、ここではグッタフ、あ、烈風剣を打つことで敵のヒットポイント割合を減らしてサールを選べるんです。ということで一ターンで戦闘終了です。さあ、ワイライさんもバトルに入ってきますね。そうですね、配送狙いだとスレイヤーであらかじめ何か合成しつつヒットポイント削っておくということなんですけど、スレイヤー自体がちょっと運要素をあったりするので、覚えたい技がなければ普通に戦った方がいいかもしれないですね。もちろん普通に戦っても敵が、まあ、敵の出現パターンがランダムってのもあるので一旦で撃破できないこともあります。敵がグライダースパイクがグスタフに刺さったりとかもあるので、どっちがいいかっていうのは一概には言えないですけども、どっちのパターンも事故がある感じですかね。まあでも普通に戦った方が事故が少なそうですかね。合成する必要がないならなおさら。ここで、最後の装備を整えますね。黒曜石の腕輪を購入して、で、必要なアニマを確保する装備にして、術もラスボス戦に向けて使う技全部装備します。どちらかの自己ベストはキスキックだったりするのかな。ワイライさんはスキップじゃなくて、サクサクさんどうなんですかね。今の自己ベがスキップありかどうか知らないんですけど、サクサクさんの今の自己ベ、ニコ生の方で出してるんですけども、中身についてはちょっと覚えてないのでスキップしたかどうかはわからないですね。スキップありですか。まあ後で説明しますけども、まあラスボスの形態の一つの奇形態というのがバグによって飛ぶことがあります。出てこないことがあるので、そうすると丸々一形態分時間短縮になります。それは狙ってできるもんじゃなくて、完全にランダムですね。さあ、ここのアリー、非常に速度が速くて避けるのが大変です。さあ、たくさん、だいぶ遠くまで
避ける羽になって、ワイナギさんが抜きましたね。ワイナギさん、華麗にアリをかわして、抜きました。逆転です。サクサクさんはアリに絡まれてます。音剣復活さあ物語は終盤でいきまして、ここで、まあ、各キャラの生い立ちっていうのが明らかになります。ギュスターヴ公の剣が託される。一体何者なんだ。グスターフは何者なのか。練習の成果。さあここでプルミエルがカンタールの娘ということも明かされていきますね。母親が実はあれだなんて。まあカンタールは非常に子沢山なので、年の差が離れた。姉妹なんですね。そもそも、まあ、DA 上はカンタールは出てこないんですけど。マリーは、まあ、ギュスの妹ですね。さあ、北大陸奥地、ザコ三連戦の後にボス戦があります。ザコ三連戦はランダムで出てくるので、スレイヤーさんは、まあ、非常に処理しやすい部類じゃないでしょうか。まあ、魅了効果のある攻撃をしてくるので、それかかるとちょっと厄介ですけど。お姫様と有名人の孫と一般人と謎の人物のパーティーだった。そういうことですね。そうですね、マリーは離婚してケルビンと結婚します、ね、政略結婚の後ケルビンと結婚したんで、まあ、その血筋。ギスターヴ自体は公式には子供はいないんですけども、そこで大きな血筋がありますね。割と処理しやすい演歌が続いてますね。ロベルトだけはただの一般人なんですけども、非常に術師質が優れた最強の一般人です。あとサクサクさん、ちょっとこの幼獣、木のモンスターですね。木のモンスターは
ちょっと処理しづらいんですけど、まあ、ワイナイさんのスレイブも処理しづらいんですけど、どっちもちょっとめんどくさい敵が効きました、ね。ヒットポイントが高いんですね。さあ、一旦では倒せません。ここでメガリスドラゴン戦。あ、グスタフの剣レベルが上がったのでたくさんいいですね。まあ、ロールがね、このゲーム、バグが多くて、全然効果がないロールが、いっぱいあるんですけども、その中でも効果のあるロールを設定して、まあ、中でもクルミエルに設定している切り込み、これが連携確率が上がるので、サガフロ2は連携によってダメージを与えていく火力にするゲームなので、この切り込みが非常に重要な能力の一つですね。そしてグスタフの軍神、火力を上げる攻撃力が上がるロール、これによってこうやって連携で大ダメージを与えていきます。もちろんカメゴーラ割りのディフェンスダウン、そしてベルテルクのモラルアップ、これも非常に火力を上げるのに大切な要素ですね。で、連携すれば連携するほどダメージが増えていくので、2連携より3連携、3連携より4連携の方がダメージが高いです。連携した後の後ろの技ですね。後ろの技はこう防御力を無視してダメージが入るので、固い敵にも連携することでダメージが、大ダメージが与えることができる。さあ、メガリスドラゴン撃破、ワイナギさんしましたので、もうこれはエッグ勝負ですね。もしかして連携順に応じてダメージそのものに倍率が入るんですか？そうなんですね。だからベアクラッシュがこう2連携目なのか3連携目なのか4連携目なのかで全然ダメージが変わってきます。完熟ですね、おそらく。あ、またグスタフの剣レベルが上がって、ジニーの杖レベルも上がる。ラスボスのエッグなんですけども、まあ、途中で、ショーマと呼ばれる、まあ、手下ですね、を倒すことで、エッグの形態を減らすことができるんですけども、TA では、まあ、ほとんどの場合戦わない。まあ、安定を取って戦うパターンもあるんですけども、まあ、まず戦わないですね。ので、エッグの完全体、全形態と戦うことになります。ジニーの杖レベルが上がると、まあ、チャートによっては、行動速度が上がることで、連携がうまくいかなかったり、変なところで先行したり、ありますね。行動速度に、その、レベルが関係してくるので、レベルが上がることが必ずしもプラスとは限らないっていうのが、TA 上では起こりうる。
さあ、華麗に溶けていきますね。さあ、ワイナギさん、エッグ、ラスボス戦入りました。1時間57分08ですね。これは一発勝ではだいぶ早いタイムですね。さすが、ワールドレコード1位といったところでしょうか。さあ、X 戦なんですけども、X はですね、通常形態が第1形態、第2形態、第3形態、で、気形態、石形態、炎形態、水形態、音形態、獣形態、そして最終形態と、かなりオホークの形態があります。で、まあ、最初は第1形態と、固定なんですけども、第一形態の後はランダムで出てきます。で、姿が第二、第三、木と石、水については区別がつきませんので、それぞれ第一ターン目の行動を見て判断することになります。広いです。ミーティアの唯一の出番、ひどいです。DH 的には唯一の出番。で、第一形態でまず、準備を、戦う上で準備をする。マインドスケープだったり、生命力強化だったり、バフをかけて、長期戦に備えて準備を整えます。ゼルセーブだったり。で、パーマネンスをすることで、ステータスを、クイックなり、モラルなり上げるんですけども、固定化することができます。パーマネントをかけないと、ターン経過ごとに下がっていくんですけども、パーマネントをかけることで、この、ステータス上昇値を固定します。で、この、クイックなんですけども、クイックという言葉とは裏腹に、速度が上がるわけではなくてですね、状態異常の防御と連携の確率が上がる。ということで、まあ、このボス状態異常、まあ、石化ですね。石化が非常に強力な技使ってきますので、ここでクイックを上げることで、石化確率を減らすと。そしてディフェンスダウンが今入りませんでしたね、ワイナギさん。この亀甲羅割りのディフェンスダウンが入ったか入ってないかっていうのも非常に戦況が変わってきます。タクタクさんはディフェンスダウン入りました。まあ、カメゴーラ割りを入れるのがジリーの大事な仕事なので、ここでカメゴーラ割りが入らないとプレイヤーから汚く罵られます。
方、ワイナギさん、第一形態、倒しましたが、ここでですね、この、とてつもなく大量のアニマが集まってくるの前に、この生命力強化の自動回復のエフェクトがあると、地形態スキップ。第一形態の次に地形態が選択された場合は、バグによって地形態が出てきません。ので、地形態スキップによって、また次の、おっと、ロベルト死んだ、あらっと、これはどうした、回復を忘れたか。これは非常にまずいですね。X 戦、実は、勝率自体は非常に高いボスになってるんですけども、こう、体勢が崩れた場合ですね、非常に体勢を立て直すのが難しいので、ぐっと勝率が落ちます。なので、死人だけは出さないようにするのが、ポイントなんですけども。あと、ここでサイケデリックウィスパー、ジニンにかかったために、ターゲット対象変わりますね。まあ、死んだのがロベルトで良かったですね。グスタフが死ぬと、ベルセルクの効果とかも全部吹っ飛びますので、非常にまずい事態になります。で、各形態5ターンで倒さないと、一定確率で、その形態が逃げるんですね。逃げると、ヒットポイント回復されて、もう一度戦わないといけないので、で、こちら、LP と、WP、JP、限られた状態で戦ってますので、長期戦になると、まあ、こちらが力尽きて負けてしまうと。いうことになりますね。まあ、ロベルトは LP が非常に高いキャラなので、ロベルトの LP が消費される分には構わないんですけども、まあ、こうやってスタークエイクでじりじりとLP を減らされて、と、あ、これは大丈夫です。サイケデリックウィスパー、大丈夫でした。今危なかったですね。サイケデリックウィスパーかかってると、ターゲットが味方になってしまって、味方に全力で殴りかかってしまう。サクサクさんは獣形態、一旦目はまあ全力で攻撃せずに調整した上で二旦目全力で攻撃。ヒットポイントによっても、ヒットポイントとターンによって各形態の行動変わってきますので、場合によっては一旦目手加減することで二旦目ぬるい行動にさせるというテクニックを行います。お二人が戦ってるのがこう見た目では何形態が判別つかないので、一旦目、おっと、たくさんエンシェントか石形態が刺さる、石化に二人刺さりました。事前の情報によると、ロベルトの石化確率が 28% でグスタフが10何%と聞いてたんですけども、ジニーとプルミエールは、まあ、ジニーは石化耐性の装備してますので石化しないですけど、プルミエルは、状態異常かなりガン上げして 0% まで持っていってるってことだったんですけど、石化しちゃいましたね。これが本番の魔物、本番の魔物が顔を覗かせる。石化すると、まあ、生命の息吹をするのでかかってたバフも溶けてしまう。
そして火力も下がるので5ターン打開も非常に難しくなって、もう一回ロベルト石化して非常に辛いですね。二人は厳しいですね。一人までは。ワイナギさんは地に石化してますね。石化祭りだ。夏の石化祭り。これ非常に厳しいですね。これまさかの二人全滅あります。ワイナギさんはかなり石化意識しておりまして、かなり確率下げた装備をしてたんですけども、あっさり石化しましたね。ジニー 17% だそうです。かなり装備を固めて石化対策をしていたんですけども、それを引いてしまった。これX 戦で全滅してしまうと予定タイムをオーバーしてしまうっていうのが可能性が高くなってきますね。あれ、サクサクさんこれ足りてないかな。逃げたような気がしますね。しっかり見てなかったんですけど。ラクサクさんは水形態で、ワイナギさん獣を倒しますね。ラクサクさん逃げた形態石でしたっけ。でもう一回石化となると非常に厳しいですね。たまにレアクラじゃないのはそうですね。LP を、WP を使い切るので、LP 消費しながら使っていくので、LP を温存するために、まあ、空剣で行けるところは空剣で、 JP を使うことで LP を温存する。長期戦になると LP が尽きてしまうので勝てないことになります。世界の合言葉は森。世界の合言葉は森が非常に強力な攻撃なので、この見た目でわからない奇形体のために、奇形体が残ってるとその都度森を警戒してヒットポイントを回復しないといけないっていうことがあるんですね。なので奇形体が出会うならなるべく早めにの方がありがたいです。スタークエックの確定 LP ブレイクが刺さっていく。ジニーとか LP が少ないんですけども、この確定の LP 攻撃があることで X 戦ってのが長期戦できないようになってます。まあ、LP ダメージを防ぐアイテムもあるんですけども、非常に数が限られているので
通常プレイでもなかなか X 戦ってのは難しいバトルですね。さあ、両者ともかなり消耗してきた感じですけど、果たして持つんでしょうか。持ったとしても最終形態全員ボロボロで最後ロベルト一騎打ちとかありそうですね。作中最強ボス、特にサガフロスは道中ファイアストームとかで烈風剣とかで無双できるので、急にラスボスがクソ強いと、ラスボスで詰む可能性があります。さあ両者炎形態入りました。やはり火力源のプルミエル、グスタフの LP が持つかどうか、そしてジミーの LP がゼロになると全滅なので、ジミーの LP も持つかどうか、ここは重要になってます。炎形態もこう1ターン目に全力攻撃すると2ターン目の攻撃が激しくなりますので、1ターン目は調整して疾風剣でダメージを与えていきます。ワイナギさんこれで最終、次最終形態です。エッグに因縁ないロフェルトの一騎打ちでとどめさせたわね。さあワイナキさん最終入りましたが、ロベルト麻痺入りましたね。これで小殺のダメージが減ります。そしてサクサクさん2回目の石化、まあ仕方ないですね。1回石化したんでちゃんとマインドスケープが入ってない状態だと思います。石が返ってきた石、1ターン目に石化することで3ターン目のエンシェントカーズも食らうことが確定。そしてワイナギさん、ロベルト麻痺による小殺の火力低下が、ちょっと、困りますね。まあ、最終形態はですね、こう直前の形態のスタンスを引き継ぎまして、もし、炎だったので、直前3、炎形態で3ターン目、3ターンかかってると4ターン目っていう、4ターン目の行動を、最終形態をやってきます。エッグの行動は5ターン周期で、まあ、ヒットポイント状況によって行動も変わってくるんですけども。なので、まあ、それで決まってるので4ターン目の行動をやってくるなっていうのを考えてた上で、ワイナギさんは行動を入れていきます。あと、ここで、サクサクさん、リセット入りまし
った。ちょっと二人席からリカバリできませんでしたね。アイライさんは、まあ、フルミックスの LP が持てば、ここでダメージをいっぱい与えておけば、最後 LP が尽きてもなんとか、いけそうですね。たくさくさん粘った上でのエッグオーツが非常に痛いですね。マイナギさんはここからは全滅ということはほぼないと思います。ほぼ、まあ、ヒットポイント回復を忘れたりすると全滅しますけども。そうですね。ただ、ロベルト LP7 ですね。こんなに LP 低いロベルトはなかなか見られない。おっと、ここでプルミシブオを、死亡によりドールが溶けて火力は下がりますが、打開と。ワイナギさん、お疲れ様でした。上手に割れました。で、タイムのストップはエンディングの終了。エンディングの音楽が止まるまでということなので、まあ、ワイナギさんがこう運営チャットの方で自己申告でタイマーストップを書き込んで、タイムが確定します。石化が勝敗を分けましたね。まあ、石化両者したんですけども、やはり二人石化というのが非常にきつい。そう、二人石化は想定しませんね。グスタフ石化はもうやめてくれと。それだけはやめてくれと。いうのが、TA プレイヤーの本音ではないでしょうか。ギュスターブの剣が、まあ、上手にエンディングで卵も割れましたので、これにてそれがフロツ完結です。この剣はそういうことだったのか。そう、パッケージのね、イラストの剣が実はネタバレだったっていう。
そういうのいいですよね。そういう意味だったのかーって後からわかるっていうのも、いいですよね。さあ、サクサクさんは音携帯を、クラで押せてないですね。タイムのストップは一応今回はエンディング終了まで、エンディングの音楽終了までとなっているので、非常に分かりづらいので奏者に自己申告をしてもらいます。こうエンディングの曲がね、こうフェードアウトしていく曲なので、タイミングってちょっと難しいんですね。計測区間のルールはいろいろありまして、クリアデータのセーブで終了っていうパターンもあるんですけども、まあ曖昧なので、ロゴの黒文字が表示されたタイミングでいいんじゃないかという意見も上がってますね。ブースタッフのベアクラ、ちょっと予想見をしてたんで見てなかったんですけど、ああディフェンスダウンが入ってないってやつですね。カメゴラ割りが入るか入らないかって非常に重要なので、ディフェンスダウンしてなかった場合のリカバリーがどうするかっていうのも技の腕の見せ所ですね。水携帯、まあ、これだけ携帯があるので、一回ぐらいはまあ、カメゴラ割りミスるかなっていう覚悟はしてると思うんですけど。そうですね。携帯が変わるごとにカメゴラ割りを入れ直さないといけないので、そこが大変ですね。消費 WP も結構消費するので、まあ、こうやって疾風拳は JP を消費する技なので大丈夫なんですけども、WP を消費する技を連発してるとジニーも WP が尽きて LP 消費で強制行動とかする羽目になったりしますね。
そうですね。LP を最後まで持たせないといけないので、その節約も重要なテクニックですね。節約できるところは節約する。で、仕方ないところ、火力を出さないといけないところはもうきっちり出していくと。メリハリ。LP の WP、JP の使い方のメリハリが大事。ジミーは、そうですね、LP12 しかないんで、こう、なるべく WP で LP ブレイクする事態は避けたいですね。ただ、こう、シューティングスターとかが飛んできて LP ブレイクでジニーが削られていくっていうことはありますので。スタークエイクはし、あーっと、エンシェントカイスがグスタフに刺さる。だからグスタフはやめろって言ってんだろうと、サクサクさんは今叫んでると思います。てめえ、ふざけんじゃねえぞ、殺すぞと、サクサクさんは今叫んでると思います。世界の合言葉は一緒。まあ、一人なので一応リカバリーはできるんですけども。あーっと、サイド、石化。あくまでね、代弁ですもんね。は？ふざけんなよ。殺すぞ、と、今、サクサクさんは叫んでると思います。そうですね。予約石入れて、リカバリーに。あ、わやわやさん終わりましたね。お疲れ様でした。いや、石化ってね、そんなにするもんじゃないんですけどね。石化対策のために状態上耐性を上げてるので、そうそう、しない。まあ、二人並走してたら、どちらも石化しない可能性の方が高いんじゃないかと思うんですけど、両方石化しましたね。魂の歌は残念ながら RTA では学習する機会がないので、ほぼないので採用されませんね。どうもお疲れ様です。あ、お疲れ様です。先に完走されたワイナギさんです。ありがとうございました。いやー、 X 戦事故りましたがどうでした？いやー、まあ音形態、その何したっけ、5ターンで、まあ、第1形態回してすぐ音だったんですけども、はい、生命力強化が2人入ってなかったんで、とりあえず音形態で2人入れられるなって思って、まあどう回そうかちょっと考えていったらね、あのロベルトの回復値忘れまして、うっかりとうっかり忘れました。まあそこからなんかもうあの差がほとんどないから気合で、当て直すしかないみたいな感じ。はい、まだロベルトで良かったですね。そうですね、グスタフだったらもう、まあね、即理性です。そうですね、序盤のグスタフ落ちは理性の方が早いですね。ですね。
まあ、そこからあとも、ジニーが石化したりとか、まあ、ジニー石化はある程度織り込み済みだったので、まあ、そうですね。まあ、ベリットが毒になったり、麻痺になったりでも、なんだろう、とりあえず、サクサクさんが胃腸痛してしまったとは、まあ、慎重に落ちないように落ちないようにって感じで、最終形態とかもかなり、プルミエルの LP とか気を使いながらやっていたんですけども、はいはい。もうなんか、今までで一番辛い X 戦でした。そうですね。やっぱり本番って、石化しがちですよね。そうですね。こう、系統大会とか、やるために、割と石化する人の方が多いんじゃないかっていうぐらい、石化するので、まあ今回 RTA in Japan でも、二人っていう二人が石化してしまったと。そうですね。ただまあ、なかなかうまい、うん、X 戦って、まあ特にこう一発勝負だと安定取るので、自己要素が少なかったりするんですけど。ですね。事故りますね。こう、綺麗な X 線ってのが、なかなかないです。ですね。まあ、今回はその、なんだろう、ほんと、なんか、7ターン、第1決定7ターンチャートっていうのを用意してきてたんですけども、はい。まあ、なんか、差が競ってたり、負けていたりしたら、5ターンでいこう。はい。ので、そこの攻めた分っていうのは、あったもあり、ということですね。本当に、なんだろう、サクサクさんも自分もそうなんですけど、ここ 2,3 年のその並走、まあ、数えることしかないですけど、多分5回くらいしかないですけど、で、事故ってないんですよね、ほとんど。はい。大体なんかその、なんか7人、8人くらいでサガフロ2の並走すると1位から3位がとりあえず自分とサクサクさんがいるみたいな、そんな感じだったんですけど、なんか久々に2人ともなんか爆死した感じです。まあでもきっちりタイムは出しましたね、その中でも。そうですね、2時間半切れたっていうのがすごいびっくりしてるんですけど、自分でも。そうですね、2時間半切ったらもう、一発勝負としては100点ですよね。ですね。高基準で229だから、ペガ基準で223切ってるくらいだから、かなりですかね、いい感じですよ。ミニートタイムがあと5分半。5分半はまあ無理ですね。エンディングもある。ですね。倒しきること自体は可能っぽいですけど、ちょっとなんか画面から今目を離しちゃってたんで、残り何が残ってるかわかんないですけれども。はい。ただ、まあ、ジニーを見る限りだとかなり削ってるというか、炎サイド。なるほど。ただ、グスがまた石化しちゃったんで。ですね。そこが立て直ってるかどうかですかね。グスタフがその、やっぱり石化しちゃうと、なんていうんでしょうね。意思形態のその1段目の削りが足りなくって、はい。スタークエイク打ってくるのが、やっぱきついですよね。クルミエンの LP 持ってかれちゃうんで。そうですね。今回の初戦開始。まあ、一戦目はもう、ドーベグス石化でサクサクさん、意思形態倒せませんでしたからね。ボタンで。飛んじゃうとやっぱどうしても、てか、逃げられるとどうしてもですね。逃げられるともう、ほぼ負けですね。ですね。さあ、最終形態に入りました。ツイッターで危ないんですかというコメント来てますけど、基本的に自分ネット弁慶なんで、リアルだとかね、声出したいとかする。急に。普通の人になっちゃうんで。ダメです。優しい人に。さあ、これは、4ターン目、炎形態を3ターン撃破して、最終形態が、通算4ターン目で入ったので、はい、ダメージを11134以下にすることによって、
5段目の行動を、まあ、ゼノサイドプラスシューティングスターから、シューティングスター2発にすることで、まあ、回復をカットしようという。行動調整のためのダメージ調整ですね。そうですね。自分が考えたパターンなんですけど。そう、ワイナギさんが、こう、考案した、発見した。そうするとバタリアンの発表していきますが。まあ、最終形態に限らず、こう、X 戦って、こう、行動調整のためにダメージを調整していきますからね。ですね。さあ、これは自身動かさずに、指紋発殺フラッシュで、終わらない。終わらない。クライオン連携消化させましたから、多分残りも疾風剣一発とかで終わると思いますけど。これで上手に焼けました。とどめは一般人でしたね。とりあえず2人とも完走ということで、結局プルミエルが死んだので、やっぱり LP 状況としては厳しい打開となりましたね。そうですね。なかなか2人とも消耗戦でした。スムーズならこう余裕の全員生存とかあるんですけど、ですね、もう、第1形態が5ターンだったので、まあ、19分は切るかなくらいのところだったと思うんですけど、これ、229で終わってるけど、エッグ入ったのか、確か自分ツイッターでつぶやいたのが、157とかなんで、22分くらいかかったですね、エッグ。はい。3分分くらい事故ってますね。大体意思形態が悪いですね。ほんと、意思形態、石化さえしなければ雑魚なんですけどね。石化するかどうかで、もう全然、天と地の差がありますね。ですね。あとは、まあ、なんだろう、細かい部分だと、やっぱりその、連携しなかったりとか、仮面小屋で割らなかったりとかっていうのがありますけど。ありますけど。負けるっていうのはあんまりないですよね。はい。勝率 X 戦 9割ぐらいはありますかね。そうですね。安定取れば。まあ、ただ、こう、一回体勢を崩されるとリカバリーが難しいボスではあるので。ですね。ここまでリカバリーが難しい RPG ってのもそんなにない気もしますけど。はい。やっぱ5ターン以内に各形態倒さないといけないっていうのが、その要素なのかなと、気がしますけども。そうですね。まあ、スタークエイクの LP 削りとかで結局速攻しなきゃいけないっていうのも。はい。スタークエイクで LP も削られますし、事故っても、その後すぐ立て直して5ターン以内に形態を削りに来ないと、もう一回、その同じ形態と戦わないといけない。そこでまた LP が削られてしまう。ですね。たくさん入ります?普通は。まあ、あと、セーブしますかの操作が終われば操作は終了するので、そこら辺で入ってもらえれば。
まあ、じゃあこの後もサクサクさんの愚痴タイムに入ると思うので、じゃあ自分からあの最後に一つだけ言いたいのは、レイモンなぁ。レイモンでしたね。あいつなぁ。あ、今今日8分かかるか。マジか。レイモンが全て吐き出しましたね。そこで完全にガッタガタになりましたね、もうなんか。やばかったです。あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。いやー。本当にお疲れ様でした。あのね、グスタム関川最近全く見てなかったんですけど、なんで2回やって2回グスタフ関川するのか、これがわからない。これがわからないでしたね。お疲れ様でした。きっちりとあの解説の方でもサクサクさんの心の声を代弁しておきます。風評被害はやめてください。なんかあちこちで風評被害をされるんですけど、言ってないんで言ってないことを言ったとか、書いてないことを書ったとか、歌ってない歌を歌ったとか、あちこちでそういうことにされてるんで勘弁してください。チャパは皆殺しにしてますよね。チャパはいいんですけど。やってないんで、言ってないんで、はい。いつも言ってないです。ボスとか言ってないんで、あの、すごい穏やかで温厚な一配信者なんで、誤解しないでください。よろしくお願いします。でも、関川には切れましたよね。関川は、まあ、まあ、まあ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 、まあまあ、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 さすがに関川はだってあのヒョンさんが良くないじゃないですか。そうですね、スノーエンシェントカーズが 126% とかいうふざけた確率ですね。なんで設定ミスしちゃったんですかね。設定ミス良くないです。設定によるとこうそれぞれ各一人ずつ判定していって 20% 下がっていく予定だったんですけども、結局下がらず 126% 全員にかかるという。カチカチってなっちゃいますよね、そんな設定にされちゃったら。ねえ。今日は困りますよね。いやー、まあでもいい場面もありましたよね、いい場面もありましたけど、ちょっとちょくちょくプレイングミスをしてるんで、まあでもそれがあってもやっぱりエッグで逆転ですよね。さすがにエッグで全てが決まってしまったな。まあエッグオッズはちょっとなかなか大きい差になりますね。すごいいい場面ってどこだろう。でもリッチの合成のベアパーマ一発ぐらい、あれか、海賊船の海賊船ですね、前のあの敵よけですよね。あれ私やったの初めてなんですけど。あれ、避けられるんですね。びっくりしましたね。TA では、まずないですよね。そうですね。アリか、アリ、古戦場のアリは、なんか避けのパターンとして、アリが最初、目に見えるとこに1匹いて、階段の下に2匹いるんですけど、その2匹いるアリが、1匹は上の方に登ってきてくれないと、1匹登って、ちょっと避けるのは厳しいとされてるんで、あれは運が悪いというよりはあんなもんですよね。あんなもんですよね。まあだいたい一理性で運が良ければノーリセでみたいな感じですね。避けたワイナギさんが良かったな。まあいいパターンだったんだなって。いやー、それぐらいかな。ありましたっけ。レイモンで逆転しましたよね。あ、レイモンですね。レイモン3ターンだったかな。レイモン3ターンだったよな。まあ確かにレイモンは良かったんですけど、でもそのレイモンの良さをまあ化石洞窟でリッチが取り返してくれたんで、そこで追いつかれてるっていう。あれもなんか6ターンだから7ターンぐらいかかって
稼ぎですからね。石からゲーですね。本当サガフロ2は石からゲーでした、うん、中盤も石から最後も石から最後も石からでしたね。40分で申請したのにちょっと元時間を超過してしまってすいません。ちょっとねこう一落としたら40分に収まらないんじゃないですかって懸念してた通りになっちゃいましたね。やっぱり一落ちすると40分っていうのは厳しいですね。一落ちするとそうですね。最初もグスタフ、いやでもグスタフ石化した時点でちょっとリセットが頭によぎったんですけど、はい、石逃げられた時点で、はい、まあ剣レベルが2上がってるんで次の石の時に頑張って避けてくれればワンチャンあるなって思ったら一番最後にやってきたあれだったんで、はい、2回目も連携がつながらなくてまた逃げられてしまうし、いやー仲悪いの勘弁してほしいですね。しばなんでもないです。あっとしばしば YP SP 草がいっぱい生えてるからしばから木のアニマが使えるなとなるほど。エッグの影響が、おっとサクサクさんの手元にはエッグがあ、これでタイトルロゴが出て音楽が出て、そうですね、チャットの方に、あ、チャットか、ごめんなさい、ここストップです。あ、チャットだった。じゃあ、まあ、そもそも締めということでチャットができない、ストップストップしてる、いっかはい、チャットの方でやるって言ってたのにすいませんでした。はい、はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、